スター、いつきが来ましたよ。こんにちは、いつき。こんにちは。今空いてる？もしよかったら、少し時間をもらえないかな。ありがとう。君ならそう言ってくれる気がしていたよ。そんなに深刻な話ではないんだけどさ、二人で話したいんだ。私はアンドロイドだからノーカウントですよね。このままご一緒していてもいいですか？なるほど。確かにアンドロイドは一人じゃなくて一体だね。だがこのスコードロンにおいて君は大事なメンバーの一人だ。ただのアンドロイド、ただの NPC なんて言えない存在になっている。だから君の単位は人でいいんじゃないかな。それは嬉しいです。ありがとうございます。うんうん。というわけで僕は君のご主人様と二人で話がしたいんだ。了解しました。マスター、私は出かけてきますね。タイプ X は学習機能も優れているらしいし、マスターの君に似てきたんじゃない？あと、冗談はさておき話したいことなんだけど。いつきは自分の情報を知りたいんじゃないかって？いきなりそこをついてくるのか。やっぱりあの日会っちゃったのはまずかったかな。僕はいつも肝心なところでタイミングが悪いんだ。ああ、そうだよ。僕は君について知りたい。それであの情報屋から君の情報を買った。僕にはプレイヤー情報を売買することについての罪悪感はないのさ。そうだな。強いて言うなら楽しむためかな。例えば今君のリアルについて僕が質問して答えてくれたとしても、それが真実だと証明するものは何もないだろう。この間の彼女たちが僕について想像していた情報に何の根拠もなかったみたいにさ。だからこそ一人でこっそり仮説を立てて楽しむのが僕の喜びなのさ。理解できないって顔をしてるね。そうだな。例えば
今君の前に立っているイツキというプレイヤーが実はリアルでは犯罪者だったらどうする？もしもの話さ。もっと夢のある例えをするなら、現実の僕はアイドルかもしれないし、大富豪かもしれないよ。そんな風にこの VRMMO という世界は様々な想像をする余地を残しているんだ。そしてその想像や仮説が真実かどうか探っていくことも面白さの一部だと思うんだよ。情報屋に君のことを聞いたのもその楽しみの一環さ。なるほどね。やっぱり君は面白いよ。それは僕自身も気づかない僕の心の真相ってやつかな。確かに君の言う通り、普段ほど想像を楽しめているとは言えないな。僕は昔から勘のいい方でね、普段ならわざわざ調べないでも相手のことはかなり分かってしまうんだ。こんなことを言ってほしいんだろうなとか、本当はこれが嫌いなんだろうなとかね。だけど君は違う。僕の予測からどんどん外れていってしまう。調べても調べても安心できないし、もっと情報を欲しくなる。だからこんなに君が気になるのかな。もともと僕はここまで深く他人に興味を持つようなタイプじゃないんだけど。心配しなくてもいい。別にこれは愛の告白とかじゃないからさ。ああ、時間を取らせてすまない。今日はこれで失礼するよ。